はい、こちら VOJ です。先日上げたね動画の通り、ね、1TB の SSD にね、SSD 乾燥しようと思ったんですけど、もうねどうしても認識しないので、はい、諦めました。でね、あのもうね SSD は外付けで、こんな感じでね、繋いで使うことにしたんですが、はい、一応ねプラン B ということでね、はい、これは諦めましたがプラン B を実行します。こちらです。あれ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 、はい、もう一台買ってしまいました。はい、もう一台ね買ってしまいましたよ、このデルのノートをね。これはね、ちなみにこのノートは、はい、ラチチュード7390というね、パソコンです。はい、こちらの、ね、スペックなんですけど、まずね CPU がね Core i7 です。 Core i7 の 8650U というね Core i7 の CPU 搭載してます。で RAM が 16GB で、ね、SSD がね 512GB 入ってるんですよ。でねこれをね買ってしまいました。はい、これがプラン B です。といってもね、これ別にね買う予定なかったんですよ。はい、あのネットのね某オークション見てたんですよ。でこれがねオークションに、出てたんですけど、まあね、まあ2万円ちょっとから、始まってたんですよ、値段がね。でこのスペックね、 Core i7 でメモリ 16GB で SSD 512GB っつったらね絶対3万超えると思ったんですよ。でとりあえずね、3万で入札しとこうと思って入札してたら落札してしまったんですね。はい、送料込みでね2万9500円でね買いました。こっち Core i7、 こっちはね、あの中古ショップで49%で4万9800円で買いましたけど、はい、もちろんねヤフオクの方が安いって知ってるし、ね、まあヤフオクでもいいんですけど、やっぱヤフオクってあんまりね信用できないじゃないですかね。怪しいね粗悪品とかね不良品をね、あのまあねノークレームでってね出してる方も多いんで、だからねちょっとね、うん、あんまりWindows のノートね、現行でねバリバリに使うノートとしてあんまりヤフオクで買うつもりなかったんですけど、はい、思わぬね形で落札して購入する形になってしまいました。はい、まずね本体をねじっくり 見ていきたいと思います。こちらがね、この前中古ショップで買った方の Core i5 のね英語キーボードのやつですね。ラチチュード5300ですね。はい、こっちがね今回オークションで買ったラチチュード7390ですね。はい、比べてみるとね、まずね色がねちょっと違いますね。こっちはねプラスチックなんですけど、こっちはなんかねラバーコーティングがねされてます。はい、ラバーコーティングね高級感があってね触り心地いいんですけど、これね年月が経つとね加水分解してベトベトになるんでこれちょっとね微妙ですよね。まあそんな長くねこんなね古いパソコンを使うなっていうのはあるかもしれないですけどね。でね、インターフェースとかね、全部見ていきます。はい、まずね開いてみまして、はい、今回買ったのね、残念ながらね、日本語キーボードなんですよね。はい。もともと買うつもりあんまなかったんでね、なんとなく入札しただけで買ってしまったんで、はい。はい、JIS 配列の日本語キーボードですね。で、スライドパッドがあってね、はい。まあね、ボタンが2つあってということで、こちらと違う部分がね、ここなんですよね。ここはあれですかね、なんかフェリカとか、ね、非接触の IC カードを置くとこですかね、このマークがね、多分ね。あとね、指紋認証がね、こうついてるんですよ。はい、これ指紋認証がありますね。だこっちとちょっとやっぱ違いますね。はい、こっちはねそんなないですね、ついてないです。でインターフェース類なんですけど、まずね右側側面がね、はい、こっちとね一緒ですね。はい、ヘッドセットのね端子がありまして、マイクロ SD カードスロットでね、通信用のね、SIM スロットがありまして、 USB タイプ A でね、有線 LAN 同じありまして、これ検針とロックですね。で反対側左側も、まあ、ほぼ同じですね。こちらもね、はい、AC アダプターの入力、はい、タイプ C で、HDMI でね USB タイプ A という感じなんですけど、ここにねスロットがあるんですよこれ多分ね IC カードが入るスロットだと思うんですけどね。はい、ここねスロットがねあります。これちょっと違うところですね。はい、後ろ側はリア側は特にねないです。裏側も特にこれといったところはないですね。はい、こちらね早速起動してねいろいろ確認していきたいと思います。
はい、とりあえず電源入れますね。さっき届いたばっかりでね、まだ全然ね、何もほぼね何もしてない状態ですね。ちょっとバイオスを起動します。はい、バイオスね起動しました。はい、バイオスがね起動しました。さっきね届いてね、バイオスのバージョンがすごい古かったんでね、バイオスね最新版にしました。はい、1.30.0 っていうね最新版ですね。はい、これね、先日ですね12月22日にね、更新された最新バージョンです。はい、これとりあえず、ね、バイオスだけね最新にアップデートしました。でいろいろバイオスセットアップでちょっと確認していきますが、はい、こんな感じですね。だいたいスペック通りですね。メモリーはね 16GB 入ってて、シングルチャンネル動作 DDR4SDRAM ですね。でプロセッサーがね Core i7-8650U 1.9GHz、 はい、4コア8スレッドのね、CPU です。ではバッテリーインフォメーションをね見てみます。ここが一番心配だったんですけど、はい、バッテリーはね状態大丈夫ですね。ヘルスはねエクセレントになってるんで、バッテリーはねあんまり劣化してないですね。今ね AC アダプター、今ねあのもともと付属してたやつをつないでて 65W ですね。はい、とりあえずねバッテリーの状態は良さそうですね。じゃあね OS を起動します。はい、Windows 10 Pro がね、起動しました。で、ね、早速ね、いつもの CPU-Z でね、いろいろインフォメーションを見ていきたいと思います。はい、CPU はね、こんな感じですね。まあ、BIOS で見た通りですね。はい、Core i7-8650U ですね。TDP15W の CPU ですね。4コア8スレッドです。で、メモリーがね、DDR4-16GB ですね。シングルになってますね。でこっちを見るとね DDR4-2400、 あのね最初に買ったねモデルの Core i5 はね2666だったんで、ちょっとねメモリが遅いのが入ってますね。 DDR4-2400 なんでね、2400なんで。でグラフィックは内蔵グラフィックで、で一応 CPU のベンチもしておきましょうかね。ここね、はい、 CPU ベンチの結果ねこんな感じでした。じゃあ次はね SSD のね情報を見てみたいと思います。はい、クリスタルディスクインフォをね起動しました。はい、搭載されてるね SSD はマイクロンのやつですね。 512GB ですね。はい、シリアル ATA 接続になってますね。これ SATA しか対応してないのかな、これね、この機種は分かんないですけどね。一応シリアル ATA 接続になってるんで、はい、NVMe よりはね多分遅いと思います。で正常がね 99% になってですよね。もうだいぶちょっとね書き込みのが多いみたいですね。はい、総書き込みを見ると5648GB、 はい、5.6TB ぐらいねもう書き込んでるんで、結構書き込んでますねこの SSD ね。はい、こんな感じでした。はい、次に一応ねシネベンチをね動かしてみたいと思いますね。はい、シネベンチ R15 をね試してみます。R15 でちょっと古いですけどね、まあこのノートもね多少古いんで、これぐらいのバージョンでいいかなということでね。はい、 CPU をね測っています。はい、結果が出ましたね。 605CB ですね。比較を見るとねデスクトップ用のね Core i7-3770U よりちょっと遅いぐらいですね。結構ねやっぱ早い感じですね。まあ、3770U ね結構古い、3770結構古いですけどね、まあまあのスピードじゃないかなと思います。は、今回買ったね Core i7 のね、ノートだけやってもね、比較にならないんで、以前買った最初ね買ったこっちのね Core i5 の Latitude5300 でもねシネベンチちょっとね、実行してみます。はい、実行しました。はい、結果はね 469CB と、ね、なりました。やっぱ Core i7 の、ね、方が早いですね。はい、今回もねまた裏蓋ね開けて中観察してみましょう。
こっちとの、ね、違いもね、ちょっと確認したいと思います。開けましょう。よいしょ。はい、開きました。お、なんかね、ラチチュード5300とねだいぶ違いますね。はい、前のやつもね一緒に開けて並べて確認しましょう。いや、なんかだいぶ違いますねびっくりしました。はい、こっちがね、ラチチュード5300、こちらがね、今回買ったラチチュード7390ですね。こっちが Core i7 のやつです。はい、まずね、こっち今回買ったやつね、 SIM スロットがね1個しかないです。デュアルチャンネル不可能ですね。はい、ちょっと調べたんですけど、やっぱ16GB は最高で、最大 16GB でね1枚らしいですね。メモリーがねもう増設できないですね。はい、元ね、ラチチュード5300はね2スロットあって、デュアルチャンネルで 32GB いけたのに、こっちはね、ダメです。シングルですね。はい、バッテリーは同じようなバッテリーですね。はい、容量の大きいバッテリーに期待したんですけどね、はい、容量の、ね、少ない方のバッテリーでしたね。まあ、その方が若干ね、重さは軽いとは思うんですけど。でね、SSD がね、違いますね。こっちカバーね、前の、ラチチュード5300はね、こうね、SSD ヒートシンクみたいなカバーが、ね、ついてたんですけど、こっちむき出しですね。はい、先ほどのインフォメーションで見た通りね、これシリアル AT 接続なんですよね。 NVMe じゃないんですよ。だから発熱がないからカバーいらないのかもしれないんですけどね。あとね、こちらにもね、あの LTE のね、あの、ね、携帯回線のセルラーのねモジュールのスロットあるんですけど、こっちもねあるんですけど、こっちはねアンテナ線がね、ちゃんとね接続のアンテナ線があるんですよ。アンテナついてるんですけど、こっちにはね、あの LTE のねモジュールのねアンテナさんが出てないんですよ。だから LTE のモジュールのアンテナがないんで、挿してもねアンテナがないという状況なんで、こっちはね使えないですね。まあ使えないこと、なんとかすればなんとかなるかもしれないですけど、確かね、あの液晶パネルの方にねアンテナが内蔵されてるんで、アンテナね内蔵されてないですよ、こっちはね。 LTE の方はね、意外に違いますよね。ちょっとびっくりしましたね。あれ、こっちはね、カードスロットがね、やっぱり入ってますね。モジュールが、カードスロットのやつが入ってますね。こっちは蓋してありますね。結構ね、違うことが分かりました。はい、このね、今内蔵してるね、512GB の SSD なんですけど、これね、CLAT、ね、SATA 接続なんで、NVMe ね、このスロットがちょっと対応してるかどうかね、ちょっと調べてないんですけど、これこの前買ったね、こいつに今入ってるやつね、1テラのやつをね、挿してね、まず認識するかね、こっちで試してみましょう。だからやっぱまたダメな気もしますけどね。ちょっとね、せっかくなんで開けたんで試してみますね、こいつに。入れね、入れ替えて。さあ、とりあえず SSD を外しましょう。はい、外しました。やっぱりシリアル ATR に 両側が欠けてますね。はい、でこいつをね入れてみましょう。こっちはね NVMe なんでどうでしょうかね。まあ刺さるは刺さるんですよね。はい、刺さりましたんでね、一応ネジ止めて、はい、ここでにとりあえず認識するか試します。さあ、どうかな。電源入れてみましょう。お、認識してますね。見てください、これクルーシャルの型番のやつですね。パーティション2って書いてありますけど、はい、1テラのやつ認識しましたね。こっち認識するじゃないですかね。こっちは。はい、認識したんでね、ちょっとクローン作ってね、試してみましょうかね、こっちでね。とりあえずクローンソフトインストールします。インストール。じゃあこいつ繋いでおきましょうかね。
これもね、また同じねクルーシャルのユーザーが使えるねアクロニス・トゥルーイメージ・フォー・クルーシャル、このねクロンソフトを使います。インストール終わったんでね、アプリケーション開始、使用許諾は同意するでね、前と同じように、クローンを作成していきます。はい、クローンウィザードで、自動で、でソースドライブはディスク1で、ターゲットハードです。ターゲットドライブをディスク2ですね、この900何ギガのねクルーシャルのやつを選びます。で次へ、で消えますよっていうんで、はい OK、 はい、ブータブルを OS を含むクローンを作成しますと。はい、じゃあ実行します。残り11分って出ましたね。はい、残り11分とかね出たんですけどね、4分ぐらいでコピー終わりました。はい、クローンで正常に作成されたとね出たんで、はい、電源切って入れ替えてみましょう。はい、着きました。さあ電源を入れてみましょう。おだ、あれ電源切れた。どうかな、どうかな。とりあえず電源は入りましたね。お、読み込んでますね。読み込んでます。お、来ました。移動するじゃないですか。1テラになりました。はい、とりあえず容量を見てみましょうかね。まあ、普通に OS から見てみましょうかね。あ、なってますね。はい、930ギガの847ギガ空いてますと。バッチグーですね。はい、次にねクリスタルディスクインフォでね情報を見てみましょう。はい、出てますね。はい、CT1000P2SSD8、 はい、1000.2GB となってますね。あ、インターフェースやっぱちょっとね遅いですね。一応 NVMe 使いましたけど、 NVMe Express になってるんで、で、ね、総書き込み量 40GB 何回かねクローン作ったんで 40GB も書き込んでますけどね。はい、電源投入回数53回、使用時間2時間。2時間ですからまだね。はい、100% 正常でね、 35°C 大丈夫そうです。クリスタルディスクマークでね、はい、速度は一応測ってみましょうかね。インターフェースは遅いでちょっと遅いと思いますけど、はい、じゃあクリスタルディスクマークね実行してみます。はい、ポチッとな。はい、結果が出ました。十分早いですね。もともとのこの、確かにねこのクルーシャルの SSD でそんな速くないんで十分でしたね。あのね Gen3 とかじゃなくてもね。はい、シーケンシャルリードがね、はい、だいたい2500メガ、はい、シーケンシャルライトがねだいたい2000メガ、多分ねこれね、あの交渉スペック通りのねほぼ数値じゃないかなと思いますね。はい、十分早いですね。バッチグーですね。はい、こいつのねスピード測ってないですけど、多分ねこれ SATA なんで、多分ねまあ最大ね 500MB ぐらいだと思うんでね、はい、特にねこれ測らなくていいかな。はい、はい、ということでね、この今回予想外にね購入してしまったね、こっちも予想外なんですけど、さらに予想外に購入してしまったねラチチュード7390なんですけど、なんとびっくりね、クルーシャルの SSD がね認識して 1TB になりました。いや、良かったは良かったんですけど、いやどうしようかなと思って、これね、まあ2台になったっていうのはあるんですけど、はい、スペック的に考えればね、まあね、こっちの Core i7 のがいい気もしますけど、こっちはね私の大好きなね、これ US キーボードなんですよ。これ日本語キーボードなんで、こっちね
でしかもこっちはねメモリがね早いんですよね、はい、でメモリ2枚入ってデュアルチャンネルも 32GB、 こっちはシングルの 16GB、 まあ確かにメモリね、そんなに別に体感的にねそんなに変わるわけではないんでね大した違いはないと思うんですけど、いや微妙ですよね。こっちはこっちで ね良さがあるし、こっちはこっちでねスペックがね高いし、いやちょっとどっちをねメインで使うか悩みますけどね、はい、とりあえずはねこっち使うかもしれないですね。今こっちでセットアップしてるんでね、はい、とりあえずねこっち1テラになったんで、Core i7 なんでね、まあメモリーも 16GB あればね十分じゃ十分なんで、こっちはねビデオ編集にねいいかもしれないですね。はい、ということで今回ねプラン B ということでね、またさらにねデルのノート PC をね買ってしまっていろいろ検証した動画でした。クルシャル SSD 認識しました。ありがとうございました。いや本当どうしよう。